は午前11時の予定です。乗船客数は457名です。まもなくいたしますと、当桟橋に入港、接岸となります。小笠原丸が接岸作業に入りますと、桟橋内は大変危険です。お出迎えのお客様は、お足元の黄色い線より下がってお待ちください。なお、本日の桟橋内に定期船小笠原丸は、昼12時の出港予定です。Thank you.
はい、そうです、そうです。